ね、海沢なんだな。うん、北洋田の名はさ、30年生まれになったから。避けますね。うん、避けます。あ、どうなんだ、海沢。十何歳？十五六かな。14歳からのったんだから82歳ってか今82歳だから68年、うん、いや70あそうですね68年ですね68年、うん、68年ですか。下がったすごいその後におりよし関与です、はい、海にいたわけだ。ああどうてえおらあまりでからんいつだあまりで変わってねえんでね。いさ変わる場合ねえと思う。そうですか。スイスとかは立派になったね。ね。うん。スイスはまあ立派になるけど。そうだ。今少しこの小場にも立て活気のついだ。まずねしてもらいたいんだな。うん。ね。あでも小場つこばねえからなんだいっちゃ。雇用者もなんもいねえっちゃまあ。うん。海のね、うん、新産加工場とか、まあ大変だけども何でもそういう工場はねえんだ。うん、誘致をするとかね、はい、サンディーポークだね。そういうことだけど、聞いたことだけど、俺は一本ボインじゃあマコは3つでマコ3つ発言もんまで1つ7.0、7.2、6.5、5.2じゃあ 2.4、2.4ちょうど900円は丸 K じゃあ回りたて庄司さん庄司さんのナンバー 2.5、2.5600円ここは9000円回る浜じゃあ 3.8、3.8500円回る浜袖浜しげるさんしげるさんの名は 4.4、4.4600円回る浜 3.5、3.5700円回る浜 2.4、2.41200円回る湾 2.8、2.8あのね、鈴川って日本のトップというか漁師さんですごい頑張ってますよ。町民、はい、鈴川の本人がしなくちゃいけないですからね。そんなくちゃ生活できないものですから。どうだろうね。ああ、やっぱ地元ですからね。地元が一番ですよ、何にしても。どこがいいって言えば、ああ、そういうのがあるんですね。もう、バス、すぐ、ここに来るの、行く、6円とかね、台風とかの被害もね、この辺結構ね、去年あたり、去年おととしですか、この辺もありましたしね。でもね、強いですよ、この辺の人たちはみんな。どうするぐらいの力がありますね。はい、なんぼ被害とか、津波とかにあっても、必ずこう立ち直るというか立ち直るね、じゃああと来る人たちですから、ね、強いですよ。これをこれ、じゃあ写真バツッといいですか適当に置くからなんかいいように置いてない